ここは？ええから入れ。倉庫や古いソファーやらそこら中積まれとる。うろうろしたら怪我すんで。あの、何があったんです？なんで私がこんな。そりゃこっちのセリフや。ヤクザ連中が名指しでお前狙おうとる。心当たりないわけないやろ。そんなこと言われても。牧村誠という名前はテレクラの女どもによう知られとる。そいつはコウモリの入れ墨の男を探しとるらしい。その牧村誠はお前なんか、それとも名前語っとった店長の方か？それはお前なんか、まあ、せやったらそれがヤクザに追われとる理由か？知りません。私は何も。あなたは誰なんですか？あ、俺か。しょうもない男や。え？人一人殺すこともできん。最低の。最低の何？殺し屋や。嘘。牧村誠を殺せとだけ言われたんや。相手が目の見えん女とは知らされんかったけど、お前を狙ってたのは俺だけやなかった。お前一体何者なんや？コウモリの入れ墨いうのは何や？なんでそいつを探っとった？いや、リーさんは、リーさんに会わせて。あの店長はお前さらいに来てヤクザに撃たれた。撃たれた？でもさっきはすぐ会えるって。安心せえ。あの男何者かわからんが、撃たれるときちゃんと急所外しとった。あの出血ならしな。本当に？用が済んだらあの男に会わしたる。けどその前に知ってることを洗いざらい話してもらうで。牧村誠。私を殺しに来たんなら、なんで助けたの？なんで殺さないの？お前は殺されたいんか？どの道、お前生かしとることがバレたら、お前も俺も俺の雇い主に消される。え？せやけど、なんでお前が狙われとるかが分かれば、少しはやりようがあるかもしれん。コウモリの入れ墨言うのは何や？なんでその男を探しとる？それは、そいつがヤクザ雇ってお前を狙ったかもしれんのや。今さら隠してもしゃあないで。泉の話なら、リーさんが知ってる。あ？リーさんに聞いてください。そうすればわかりますから。本当やろな？その話、もっと早言えや。え？いくら急所外しとっても、銃で撃たれたんや。出血多量で死んでしまうかもしれんやろ。あなた、さっき大丈夫って。嘘も方便ちやつや。
ええか、死にたなかったらこっから出るんやない。絶対やぞ。はい。礼の一つくらい言うてったらどうや。山形、朝早くにすまんかったな。オデッセイでもほとんど使わん物置や。あんなんであんたに菓子作れんなら安いもんやで。けど女閉じ込めるために部屋貸せなんて、あんたもええ趣味してんな。女のことは多分無用や。大胆な男やね。そんなもんライバル店の支配人に頼むことかいな。俺がこの秘密触れ回るとは思わんのか。このことがある筋に知れたら俺はこの町におれんようになる。もしそうなったらあんた困るよ。ああ、グランドとオデッセイっちゅう店が張り合うてこその争点ボルや。どっちかの店にだけになれば町自体の客足どんだけ減るやろな。野球と一緒や。一強だけのリーグ戦で客は呼べん。オデッセイだけで試合は盛り上がるんで。なるほど、さすがは夜の帝王っちゅうわけかい。わかった、あんたの秘密の趣味は俺の胸にしまっとくわ。せやけど菓子は菓子や、忘れんといてや。ああせや、真島藩。あんたキャバクラには行かはりますか。キャバクラ、ああ最近増えてきとるらしいの。グランドやオデッセイみたいなキャバレーとは少しちゃうらしいが。せや、キャバレーのように時間制のお会計で高級クラブ並みの接待を受けられるっちゅうんだ。キャバクラ言うようになった。まだ行ったことないが。それが、ほな一度行ってみたらええ。蒼天堀の夜の帝王がキャバクラ知らんやなんて、よそに知れたら笑われます。ほんの、そんなええもんなんか。ええ、これからは間違いなくキャバクラの時代や。男も女も必ずキャバクラに流れる。キャバレーはもってあと数年ってとこやな。そこまで言うんやったらあんたもキャバクラやっとるやないか。台所来るし言うてもそんくらいの金あるやろ。もうやったわ。けどあかんかった。何やと。ま、いっぺん見てきたらええ。あんたにもすぐにわかるはずや。キャバクラを制す者、夜の街を制する。その言葉の意味も。ちょっと喋りすぎましたわ。ほな。いらっしゃいませ。
行くで。
いらっしゃいませ。何やって？はい。Thank you.
らっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ええ、はあ、はい。やるんか。まだまだいけるよ。せや。
さんも好きだね。え？金ならあんで。
いらっしゃいませ。ありがとうご。いらっしゃいませ。ありがとう。わしがアホやって、浮かんに
んや。どこの星で生まれたり。